にちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回もですね、ハードオフで買ってきたものの紹介をしたいと思うんですが、まあここにちょっとチラッと映ってるかもしれないんですけど、はい、こちらです。こちらはですね、東芝のカラービデオカメラ IK-2600 という製品なんですけれども、まあ、いろいろちょっと詳細は不明なんですけど、まあ、おそらく1982年か3年頃の、まあ、製品であるということなんですけど、まあ、このカメラ、まあ、結構大きくてごっついやつなんですけど、まあ、あの当時はね、まあ、当然記録媒体はテープなわけなんですけど、まあ、これどこ見てもこれね、あのテープが入っとこはないじゃないですか、これね。はい、まあ、あの要するにこれはカメラ単体の機械なんですね。はい、で、まあ、その1982年とか3年くらいっていうのは、やっぱこういうふうにこのカメラの部分とそのテープの記憶する、まあ、デッキの部分ですか、まあ、それがこうセパレートになってて、であのショルダーバッグみたいなこう肩からかけてこのカメラをこう構えて撮るという、まあ、スタイルが、まあ、主だったようなんですけれども、まあ、当時ね、家電メーカーからこんな感じのスタイルの、まあ、いわゆる今でいうアクションカムなんですね。こう外に持ち出してこう撮影をするタイプのこうカメラなんで、まあ、こういうここにこのガンタイプのグリップがついてますけど、まあ、こうやってねこう構えて撮る感じなんですよね。でまあこのスタイルなんですけど、この大きさだとね、このちょっと肩に乗せて撮った方が楽っていうくらい、ちょっとねこう肩で持つのにちょっと重たい感じなんですけど、でこっちにあるのがこのカメラ専用 の電源ですね、これね、はい、このめちゃくちゃでっかくて重たい電源なんですけど、一応これにカメラをこのケーブルを接続するという感じになるんですね。ガチャッと、はい、でここに、まあ、メインの電源スイッチがあるわけなんですけど、この後ろを見るとここに、ビデオの出力と入力の端子もあります、はい、でまあカメラのちょっと細かいところを見ていくと、まあ、この左の側面は、まあ、カメラのコントロール系の、まあ、調整のスイッチがあったり、で右側面には、ワイドとタイト このズームレンズのボタンですね。でその横に、マイクの端子が2つあって、で専用マイクと外部マイクっていうのがあって、でまあこれカタログには載ってるんですけど、これ、専用マイクっていうのがこのカメラの上にこうシューがついてるんですけど、ここにこうガチャってはめる感じでこうガンタイプのマイクがあったみたいなんですけど、まあ、それとは別に、まあ、マイクですね、あのこういわゆるこうハンドマイク的なものをつけることができたんじゃないかなっていう感じがするんですけど、まあ、当時ですね、まあ、こうやって、録画部分がこう外にあって、まあ、電源もこういうでっかい据え置き機能があったとなると、まあ、あれですかね、防犯カメラとか監視カメラ的な需要があってたのかどうかですよね。まあ、こんなでっかいのを持って歩けないし、これはもう完全に室内専用ですから、まあ、そのこれにビデオデッキをつないで、まあ、その監視映像を記録してたっていう感じなんじゃないですかね。はい、でまあ後ろにはここにはビューファインダーがあって、でカメラの最も重要なところですね、このレンズですね。このレンズがですね、こちらニコン製ですね、ニコンのズームレンズと、あとマクロも撮れるズームレンズで、12.5 ミリから100ミリまでのズームレンズがついてますね。はい、でまあこのカメラ買ったはいいけどちゃんと動くのかというところなんですけど、まあ一応この電源もついてますし、まあ、このカメラの本体の、この電源をまず入れてみたいと思います。このケーブルがちゃんとつながってる状態でメインのスイッチをオンします。はいと。はい、ちょっと映像が遅れて出てくるんですけど、
はい、こんな感じで、カメラ映ってますよね。はい、まあ、無理やり自撮りをすると、まあ、こんな感じになるわけなんですけれども、はい、まあ、ちょっとあんまはっきり映ってないなっていう感じはするんですけど、このレンズがですね、めちゃくちゃかびちゃってまして、よく見ると、一番こう正面のガラスのところにも奥のところにも、まあ、めちゃくちゃカビがついちゃってて、多分映像的にちょっとね、ソフトフィルターがかかったみたいな感じになっちゃうのかなって言うんですけど、まあ、そもそも明るいレンズではないんで、ちゃんとこう正面を当てないと、まあ、こういう人の顔もねこう真っ暗に映っちゃうんですね。このただ家の中のこの天井の照明だけではこんな感じに映っちゃうんで、まあ、一応これね、83年ですから、だから38年もののカメラなんですけど、まあ、一応こう、まあ、カラーでちゃんと映るというね、製品になってますね。で、まあ、このレンズは、まあ、一応綺麗にできればいいかなと思うんですけど、まあ、このカメラを使ってね、まあ、なんか撮影をしようかっていうことじゃなくて、まあ、まあ、インテリア的なものになるかなとは思うんですけど、一応ね、まあ、電源入ってこう映るということで、まあ、何かしらにちょっと使ってみたいなと思いますね。はい、で、このカメラなんですけど、まあ、ハードオフで見たときに、どっかでなんか見たことあるなっていう感じがしてたんですけど、まあ1983年ということだったんですけど、当時ですね、まあ石原プロの西部警察やってたんですけど、そのパート2、渡辺哲也演じる大門南朝が乗る、スーパー Z、まあ、フェアレディ Z とスカイラインですね、赤いスカイラインが登場した時に、その赤いスカイラインの方に助手席にこう取り付けられてたカメラなんですけども、そのカメラがこの、東芝の IK-2600 だったんですね。まあ一応撮影テスト的なものをやってみたいんですけど、まあちょっとね、今はもう夜なんで、ちょっとそこは撮れないんですけど、まあ一応ズームレンズなんで、まあ当然このタイトっていうところをしていけば、寄っていくわけなんですけどね。はい。ただピントが全くというかうまく合わない感じなんですけど、まあこのズームは一応手動と電動で切り替えられる感じですね。はい。一応マクロ撮影もできるんで、この状態でこの、ズームレンズ横についてるつまみをひねると、はい、こうやって割と近くに寄っても、はい、ピントが合いますね。これ、まあ、対象物にだいぶ寄ってますけど、5センチ以内に寄ってますけど、はい、このマクロのつまみをひねればピントは合いますね。ただ非常にやっぱり画像は暗いですけど、まあそこそこ寄って撮れる感じですね。マクロ撮影もそこそこできるという感じですね。はい、というわけで、東芝のカメラ、カラービデオカメラ IK-2600 だったんですけれども、まあこれを使ってね、まあ今後、まあ、オープニングかエンディングかに流す、まあ、短い映像をちょっと撮ろうかなと思うんですけど、まあちょっとね、このビデオを取り込む環境が今ちょっと整ってないんで、まあそれを整えつつ、まあ今後ですね、何らかの形でこれをねちょっと使ってみたいなと思ってます。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。